22日じゃ無理だよ。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームの調子はあまり良くありませんよね。そうなんですよね、まあ、ちょっとねチームをね沈み加減ですけども、まあ、なんとかこの試合頑張ってほしいですね。はい、行きましょう。これは私が食べてるよ。本当は食べてる。私も食べたくないでしょ。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。あんた間違いならいいけど、つけたわ。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ゼリーやってもダメでしょ。バッターは大島。1試合当たりが出ていません。インサイド、打球は左中間へ。長野抑えてワンアウト。雨雲が近づいてますね。よっしゃ。2回表に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、高橋が入ります。昨日は見事なホームランを放ちました。さてドラゴンズの先発は山井。昨シーズンは5勝を挙げています。前回の登板は8イニング投げて自責点に、勝敗はつきませんでした。豪快なスイング打ちました。返した打球はセンターへ。高橋が入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ああこれ食えんじゃん。これ打ちました。打ちました。これはどうか。これやばいよ。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。バッターは高橋。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。稲垣邸じゃなかったら勝ちの散歩の旅。打ちました。これはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ツーベースヒット。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。ワンバックせんのね。ここでジャイアンツダイソーを送ります。鈴木がファーストランナーに入ります。バッターボックスは7番高橋。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ホームラン。ツーランホームランになりました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。ドラゴンズ追加点を許します。9対0。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。小宮山さんどうでしょう、ピッチャーの状態は。苦しいピッチングになってきましたね。ああなるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。非常に苦しい展開となってしまいました。これ切れるかと思ったらホームランになったな。しばらくかも。ほぼ1日じゃん。今回の台風は安心してください。でも豪雨には気をつけましょう。風と一緒の雨だったらやばいけど、雨だけの台風。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、やはり
チーム状態があまり良くないんでしょうかね。そうですね、まあ、元気がないんですよね。もうちょっとね、頑張ってほしいなと思います。そうですね、ぜひ切り替えてほしいですね。私よかったな、ドラッグやってるか、お酒飲んでるか、もうということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山聡さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。静岡チームだったもんね。何も見んとこあったけど、これベビーって書いてあるけど、赤文字書いてある。